私の尊厳と名誉のためにも最後まで戦い抜くよ。はい、どうもこんにちは、しのぐです。というわけで今回は、アズレ第2弾アドミラルグラウシュペイ使っていきたいと思います。まあ迷彩は非常にかっこいい、まあ迷彩となってますね。まあスキル構成自体はまあちょっと珍しい感じの、まあ隠蔽強化とかもあって、まあ、グラウシュペイっぽさがねちょっと出てる部分もあるのかなとも思いますが、実際このグラーシュペイはね、まあ、非常にまあ、ポケット戦艦っていうだけあって、結構そのね重巡洋艦とはちょっと違うような強力さのある巡洋艦なんですが、うるさいですねでもこんなに警笛鳴らせるっけ、早く NG にしてくれ。めっちゃ警笛鳴らすじゃんこんなに鳴らせるっけ、 NG されなかったっけ。おかしくない、バグってない、なんか おかしいでしょ。イカルスで、イカルスがいるので、さあ撃っていきましょう。こいつ警笛の操作しかしてない。はい、いきなりまあいいダメージは入ってます。まあ、結構ね、グラッシュペイはしっかり当てていかないとダメージが出ないので、まあ、ここはねしっかり狙ってダメージをね稼いでいく。で、相手のイカロスの、イカルスの予測し、あー、でもちょっとエンジンが壊れてるのか。うまくちょっと強化してしまいましたが、まあ、ただもう HP がほとんど残っていないので、はい、味方が撃沈してくれましたと。で、グラッシュペイのスキル構成は、まあ、ガイストとかね、結構面白いスキルはあるんですが、基本的にはやっぱり、他のね、火力型の巡洋艦艦長とあんま変わらないので、まあ、今回もね、非常に、まあ、扱いやすいタイプのね、僕は艦長ではあるのは間違いないですが、まあ、まだね、ちょっといかんせん、育成が全然済んでいないので、まあ今後ね、もし育成できたら育成はしていきたいなと思ってますけどね。で、相手めっちゃ味方の船燃やしてますが、まあ、ブジョンヌ結構横見しているので、ここ AP 弾打てたら撃ちたいですが。まあ、とりあえず A 地点をみんなで占領して、次に備えます。さあ、クイーンエリザベスが出てくるしそうなので、ここでグラスペの魚雷をね撃ちましょう。グラスペの魚雷はね射程が8キロもあるので、まあ割とね射界もいいので使いやすいんですよね、一番後ろに配置されている割には。で、クイーンエリザベス魚雷、あ、魚雷じゃない、手法撃ちましたが、まあ燃えない。で、 Z39 がいるんですが、おっと、このハマり方は魚雷の直撃コースに入っている気がするいや、もうなんか思いっきり、いや、これは完備に魚雷が当たりますな。あ、でも残るか。まあ、威力はねドイツ魚雷低いので、まあ、最後はとどめで手法でと。おっと、で、奥にいたクイーンエリザベスにも何気に魚雷が当たりましたねこれはいい感じで、クイーンエリザベス浸水してますね。で、クイーンエリザベスも撃てなさそうなんで、ここはブジョンヌを狙って撃ちましょうか。で、この狭い海峡を抜けて C 方面に行こうかなと思います。で、クイーンエリザベス浸水してますし、ダメージは入ってますね。ただちょっと味方が結構やられてきてるんで、ここからの立ち回りが結構重要になってきそう。で、エリザベスはまだ浸水してダメージ食らってますね。
さてニュルンベルクが見えたんで、ネルソンは出てきそうにないで、ニュルンベルクにいきなり AP 弾をやっぱお見舞いしたいので、ここでやっぱ断種切り替えしていくしかない。でイズメイルは撃てないで、ヘレナが HP がもう少ないので、ヘレナは撃って仕留めておかないといけないですね。おーっと、でも味方のコロラドが仕留めてくれたと、まあ、そうしたらここでじゃあニュルンベルクね撃ちましょう。見えない。んこれなんでニュルンベルク見えないんだ。撃ってたのに見えなくなったんだけど。射程外かギリギリ。あーでニュルンベルク見えたんで、ここで一回 AP なんでね、ニュルンベルク撃たないと。おーっとでイズメールが無事な、結構やばいんじゃないかこれ状況的には。ニュルンベルクを撃ってますが、あーでもニュルンベルク引き打ちしていくか。うん、865で、ネルソンはちょっと前進はしてきていますが、魚雷をさすがに当たってくれそうには見えないで、ニュルンベルクは無理だ。で、後ろにイズメイルもいるんで、これまずいな。イズメイルにぶちかまされたら痛いんですが、うん、まあ、イズメイルこっち狙ってきてないので、ちょっとこっちから一応撃っていきましょうか。 AP 弾でイズメイル貫通できそうかな。で味方の駆逐艦がネルソンに近接攻撃を仕掛けているので、これに期待した。暁沈んじゃったな。ネルソンにダメージ出たかな、まあ、ちょっと後で確認したいですが、全然ダメージ入ってませんねネルソンまだまだ。おーっとでコロラド、コロラドやりますね。イズメイルを撃沈してくれたと。これもネルソンちょっと後ろからになってしまうんですけど、後ろからちょっと雷撃戦仕掛けていくしかないですね。まあ早めの決着を狙っていく、行く必要があるので。ここで仕留めておきたいので、ちょっとネルソンの状況を知るためにも、出てくるタイミングで艦載機上げます。戦闘機が発艦したよ。ネルソンはどっちへ行こうか悩んでいるところですね。まあ多分自分がどっちから出てくるのかはさすがにまだ分かっていないと思うので、でこれ暁が使った煙幕かな。うん、煙幕内に隠れましたかね。これはこれはじゃあ逆にこっちがソナーで炙り出して、あれ見えちゃう。さてネルソンですが、これどうしてくるかな。まあ、魚雷をねかわしてくる航路を取ってきそうなので、あえてこれはこっち方面言うと魚雷、あーやばい、これでも全力射撃してくるか。普通に全力射撃読みだったら今左に打っとくべきだったんだけどな。で今ちょっとニュルンベルクとネルソンにこれ挟み撃ちされるんでやばいんですが、とりあえずネルソンからの攻撃は艦縦にして防げてないけど耐えて、であとネルソンはこれ航路的には座礁コースなので、ここで魚雷を撃てばいい感じで命中できそうで、今度 AP 弾に切り替えてニュルンベルクね狙っていきます。さあめちゃくちゃ貫通されていたいですが、さあこれ魚雷がもうやってくれるしかないよ。魚雷は、うわー2本命中か。まあ浸水してる、浸水してるんだったらいけそう。とりあえずもう、あ、オッケーオッケーオッケー。ネルソンは浸水に撃沈して、でニュルンベルクに AP 弾、うわー貫通しないな。精度の悪さがここに来てちょっとあだとなっている。で味方からの砲撃も飛んでってますが、オッケー、いい削り、これ助かったな。これ普通にこれでニュルンベルクにとどめの一撃を、あー足りなかったドヤ顔で終わりのボイスを使ったのに。落ち着いて早く鎮火を。これよく狙ってニュルンベルク最後打ちましょう。あはい、うん、まあねグラッシュペはね非常に
戦い方が難しいというかね、まあ、難しいというか難しいんですよね。まあそれなりに活躍はできているとは思うんですけど、まあ、魚雷がね使いやすいっていうのは非常にいい、うん、まあトップですね一応、まあ、一応トップの成績で、まあ、終わりましたね。まあ、終始も、まあ、プレミアム艦なのでいいですね。まあ、ただやっぱどうしても手数がね少ないので、やっぱ対駆逐艦とかね巡洋艦で押し負けてしまうってこともあるので、うん、まあ、その辺が難しいんですけど、まあでもなんかねこういうなんか奇抜な艦艇っていうのはね使うのが面白いなと思うので、うん、まあ、またグラシュペね非常にまあ可愛らしい、まあ、艦艇でもありますから、うん、ちょっとねところどころで使ってきたらいいかなと思います。かなりねなんかプチ人気がある艦ですね。はい、それでは今回はアズールレーングラウシュペイを使ってみました。いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。